どうも、泉圭介です。ちょっとね、何から話していいかわからないんですけれども、最初に、ね、言っておきます。この動画ね、今日いつもの動画と違って、非常にね、ネガティブで、ちょっとね、感情的な動画になっていますので、見ている人がね、もしかしたら気分が悪くなるかもしれないんですよ。で 僕自身この動画撮ろうかどうか結構悩んだんですけれどもやっぱね撮ることにしましたので最初にこれ断っておきますのでこれちょっともう見てちょっと気分悪くなりたくないとかちょっとなんか見たくないっていう人はまたね明日あの普通にねいつも通りのデックレビューやりたいと思いますのでまあなのでまたね明日お会いしましょうじゃあこれ僕行ったからねもう行ったからね <laughs> だからなんか <laughs> うわーとか言わないでねじゃあいきます。 最初はこれ何が起きたか話をします。まあ、動画のタイトルの通りなんですけれども、今回僕ね、詐欺に遭いました。で、具体的にどういった詐欺かっていうと、まあこれになります。ナンバー40マージンスターナンバー2って書いててありますマーージンスターってこれ非常にレアな、もう100年以上前のバイシュクルなんですけれども、これのね、シングルカード、スワップですね。これをこう手に入れたわけですよ。これを買ったんですけれども、これね、よく見てください。よく見てください。いきますよ、これ。 プリンターで印刷したものがね。このなんか謎のトランプにね。これ貼られてるだけだったんですね。で、これだけじゃないんですよ。今回65枚買った。うち41枚だけど,どこ行った？この41枚だけがオリジナルでその他のカードはね。全部なんか適当な。なんかカードに印刷してこう貼られただけのものになっていました。 あくまでこの動画の内容としては注意喚起であります。なので、出品者の人を吊るし上げにするとか晒すとか、あと僕がすごい被害者ずらして同情を誘うと思いますそういう目的のものでは。 ないですまあだからその出品者の人の名前も明かさないですし僕が被害者ずらする気もないです僕よりももっと被害に遭っている苦しまれている方っていうのは大勢いらっしゃることでしょうし被害金も今回大したことはないですただ注意喚起として僕はやっぱそのこの仕事に携わる人間としてちょっと許せないのでこの動画を撮っています <music> まあ皆さんねこのバイシクルってもういっぱい持ってると思うんですけれども今このライダーバッグっていうのが主流になっていますが実際 USB-C っていうのはいろんなバックデザインを作っていました本当にいろいろあったんですけれども大体が第二次世界大戦あたりでもなくなっちゃったんですよね、まあ、だからこの昔のバックデザインを手に入れようとすると少なくとも70年前のものになってしまうんですよどうしてもね手に入れようとすると100年近く昔のものになって値段が上がってしまうんですよね で、そういったデックを52枚でジョーカー込みでケース込みでって手に入れるのって、やっぱりお金かかりますし、難しいんですよ。それだけじゃなくて、そもそももうフルデックで現存していないって言われているようなレアなものもあるぐらいなので、そういったものに関してはこのシングルカード、まあスワップって呼ばれるんですけれども、もうこのね、スワップを買うしかもう手はないんですね。スワップだったら1枚だけなんで、まあ比較的予算も抑えることができますし、まだね、フルデックとかケース付きとかジョーカー付きに比べて、まだ手に入りやすい部類でで はあるんですよここまで古いデックになってくると一般のショップではもう手に入らないものばかりになってきますのでだいたいこういうのを手に入れるためにはオークションを使いますでそのオークションもプライベートな,なんか不定期になっているようなものもあれば eBay みたいな、ね、パブリックになっているものがいくつかあってで僕は基本的には eBay を使っています。 今回見つけたのが65枚のヴィンテージバイシクルのバックエグザンプルなんですよで。入札は51件。まあだから僕以外にも大量の人がいたわけですよ。落札金額は286.74ドル。で、送料が24.69ドルですね。まあで、あと関税消費税入れたら多分37,000円ぐらいになると思います。 写真見ると、まあ、いろんなバックがあるっていうのはこう書いているんですけれども、フェイスのところにちょっと書き込みがあって、その書き込みのところよーく見るとね、ナンバー40、マージンスターナンバー2って書いてあるのが見えたんですよ。で、最初に言った通りこのナンバー2っていうのがめちゃくちゃレアなテックで、もうね、僕シングルですらね、見たことないっていうぐらいもう本当にレアな一品なんですよ。だからこれスワップ1枚手に入れるだけでも本当にすごいことです。で、1週間2週間ぐらい待って届いたものっていうのが、 こういういものになりますこのただ単にぺろんと貼っているだけのものですね一切こんな感じにこの貼られてるって話は eBay の商品ページにはしていなかったんですよでそれが分かるような写真もないんですよで他の入札者、まあ、51の入札があるぐらいなんで他の入札者はもうみんなこの件に関しては知らなかったと思いますで僕はもう本当にもう怒ってねもう呆れてたんですけれどもとりあえずもうこれは変装して。 全部返金してもらおうと思いました。で、これ写真も撮ってもこんな感じになってるよって、これ違うでしょって、状態ちゃんと説明して、写真を添えて先方に言いました。そうすると、出品者の人は、分かったと。あの、変装してくれと。あ、これやったと。まあかった。まあ多分その出品者の人ももしかしたら知らなかったのかもしれないわけですよ。みんながみんなバイシクルのマニアではないからね、も,うもちろんこんなの触ったらわかることなんですけれども、まあ、まさかその人もテープが貼られてるともしかしたらね、まあ知らなかったのかもしんないですよ。 ただ向こうから言われたのが送料はそっっちち持ちなって言われたんでで、すねで。僕これ一瞬よく分かんなくて僕ただでさえこれアメリカからなんですけどアメリカから日本の送料を払っててで今度返送するときに日本からアメリカの送料も僕が払えって言ってるんですよつまり出品者からするとただ単なるる僕の自己都合での自ででっっていうふうに思って思んですよね。いやいや待ってとこれは詐欺じゃんとこんな値段なわけないありえない でも説明しましまただからこっちとしては全額の返金とアメリカから日本の送料でかつ日本からアメリカの返送の送料でかつ輸入した時にかかった関税消費税全部を建て替えてほしい返金してほしいって話をしたんですけれどもそれれはでできないいっていう,ふうに言われたんですねもう僕は頭来てふざけんなって思ったんですけれども。 3万7,000円諦められるようで諦められない金額でもうちょっと数日粘ったんですけれども、まあ、今回ねもう諦めることにしました。で今回の反省から、まあ、何が学べるのかっていうのをちょっとね僕なりに考えることにしました。まあ僕なりに思ったのが やっぱりね信頼って大事だなって思ったわけですよまあまあんまこういう言い方をするとなんか宣伝かよって思われるかもしれないんですけどこれ本当に思いました実際に今回買ったその出品者のその出品者の人っていうのが信頼できるかできないかっていうとやっぱりできなかった人なわけですよできるだけやっぱ信頼できるところから買っできるところから買った方が絶対にいいなって 思いましたした僕が今このプレイフェアっていうこのショップをやっている中でまあどうやったらより皆様に見てくださってる皆様に信頼していただけるのかそれを考えるいいきっかけになったと思います、まあ、なのでこの動画注意喚起と言っておきながら全然皆様の役に立つような動画でもないんですけれどもちょっと本当にそこは申し訳ないです実際問題じゃどうやってこれ回避できるかって言うともうできないと思うんですよただ うん、信頼できるところから買った方がいいってだから何を皆さん信頼するのかもうどこでもかしこもなんかわけわかんないとこから買うよりかはちゃんと皆さんが信頼するところで買った方がいいんじゃないかなとは思いました僕はもう今回9年8ヶ月ぐらいさっきアカウント調べたんですけど eBay やってましてこのようなねもう取引はね初めてでしたね デックをなりわいにしている人間としても、デックが好きな人間としても、バイシクルのコレクターとしても、非常に残念な話ではありました。 こんなところですかね。なんか、重苦しいネガティブな話で申し訳ないです。なんか、もしよろしければね、泉オツみたいな感じにちょっとでも思ってもらえるんだったら、これ、よかったら高評価してください。で、コメントのチャンネル登録もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。明日から普通の動画になるからね。<laughs> よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。イエーイ。